りさです。今からなんとなんとダイソーさんで購入した100件面白いグッズを紹介していきます。それではどうぞ。ティアラチャンネル一つ目はこちら、じゃん。これはですね、ビッグ蛍光マーカーです。ピンクと黄緑もあったけどオレンジにしてみました。ほんと大きいです、こんな感じじゃあ次はこちら、面白鉛筆削りです。これはね、唇の形をしています。ちょっとアヒルみたいな、こんな感じです。はい、こうやってね、おはようってこうやって削ってから、おはよう、ゴリ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 次いきます。次はこちら、じゃじゃん。これはお肉の付箋です。メモです。お肉のメモです。ここにステーキ肉みたいなメモって書いてあって、50枚も入ってます。おすすめ品って書いてますね。美味しそう、食べたい。ティアラチャンネル次はじゃじゃーん、ブロック蛍光マーカーです。アリサはこのイエローとピンクの色が好きだから、この色を選んでみました。じゃん。これは遊べるし描けるし楽しい、一石二鳥次はじゃじゃーん、香り付きのボールペンです。これは 0.5 の芯です。ここにね、いろんなドーナツとかもあったんだけど、アリサはこのロールケーキを選びました。ほんとかわいいね、これ香りもついてるからね、授業中にこうやって匂いながらね勉強するもよしです。じゃあ次はじゃじゃーん、これはボールペンの人参です。ほんとかわいい、これウサギになれる気分だね、おいしそうこんな感じ。これさ、本物って言ったら食べそうだよね。うん。次はじゃじゃーん、これは前流行してたハンドスピナー付きのボールペンです。すごくない？これこの蛍光の黄色とかもあったんだけど、アリサはピンクが好きだからピンクでしました。ピンク選んだよ。でね、はい、こんな感じでここの持ち手のところがボコボコしてて滑り止め効果もあります。はいはいはい、今のは見てないふりしてください。ティアラチャンネル、はい、それでは早速開封していきたいと思います。じゃあまずね、このマーカーね、じゃあマーカーだ、ビッグ蛍光マーカー開けます。オレンジね、じゃあ開けるよ。3、2、1、ほう、あ、見てほら、ここさ、挟むところがある。で、ここにはなんかわかんないけど英語が書いてあります。じゃあ開けます。すごい、見てください、結構太いね。じゃん。で、このオレンジ好き、ほら、え、待って、あ、オレンジの香りがする。チューイングキャンディーのオレンジの香り。次はじゃじゃーん、面白い鉛筆削りでいこうかな。じゃあ開けるよ。まずテープ剥がそう。どうなんだろう。せーの、かわいい、この子見て、かわいくない？おお、
を入れることができます。これ色鉛筆でも削れそうだね。鉛筆と色鉛筆を削ることができると思います。で、ここの口からカスが出てくる感じ。ティアラチャンネル、このステーキ肉みたいなメモです。このパック、プラスチックの容器も本物です。じゃあ開けるよ。お、なんで落ちると、じゃん、これなんと50枚もあるから、お、パラパラ漫画のような、美味しそう。はい、次はこのブロック蛍光マーカー。これはどうやって開けるのかな。あ、ここね。じゃあ開けるよ。おー、こんな感じ。もうボコボコしてるから本当にはめれちゃうね。じゃあまず芯を見よう。あ、ここか。じゃあ行きます、せーの。お、これは結構柔らかい。こんな感じでめっちゃキラキラしてる蛍光のイエロー、細くて使いやすそうです。じゃあ次ピンク線。こんな感じ、これです。ピンクはこの今してるこのピンクのゴムと同じ色です。じゃあつなげてみるよ。なんかレゴで、レゴで遊んでる感じ。お、ハマった。これさ、あの一個一個だったらバラバラになりそうじゃん。でもつなげたら、ほら分かりやすいっていうか、バラバラにならないからいいよね。ね。でこれ一気に、お、一気に開けれる。すごい。これでさ、これ虹かけるじゃん。ピーってしてから。次は。ババン、ボールペン。じゃあボールペンも開けます。香りをね楽しむボールペン。ふい、あ、ポッキーだよ。で、柔らかい、シリコンだから柔らかくて手が疲れないです。え、待って、これさ、ケーキの香りがする。香りがするわ。本当に甘いホイップクリーム の香りがして、本当あの授業中にねってね、できるよ。じゃあ次ね、次はじゃじゃん、人参ボールペン。じゃあこれも開けます。うさぎになりきってね。はい、こんな感じです。あ、見て、これ分かりにくいと思うんですけど、人参の線が入ってる。ピピ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 ピって。で、キャップ開けると、お、え、え、あ、え、待って、あ、ボールペンだ。ボールペン、ボールペンになってます。でね、シリコンで滑り止め効果もあるね。だからあーっていう、アイサが落としがちなんですけど、あーっていうのはない、だから大丈夫。おお、お。じゃあ最後はこのハンドスピナーのね、ついてる。じゃあ遊びながらね、あーって言ってから書くと涼しいし、書けるしです。こうやって夏とかはこうやってして風を受けることができる。で、これね、ハンドスピナーって流行ってたじゃないですか。だから、ほら、友達に遊ぶって言って、え、いいのってしとくと人気者になれるかもね。はい、以上です。はい、ということで今回はアリサの100均ダイソーで見つけた面白文房具を紹介しました。みんなもぜひチェックしてみてね。またねー。